なるよ。はい、皆さんごきげんよう、なるおでございます。今週も他人の超過をネタにする時間がやってまいりました。はい、ということでね、いよいよね、ヒラメ王決定戦、今回が最終超過速報となります。まずはね、ちょっとヒラメ以外の超過が結構今回届いてるんでね、まずはそちらの超過をご紹介していこうかなというふうに、はい、思っております。それではね、早速、ご紹介していきましょう。まずはこちらの方でございます。はい、我らがサロンメンバー岩間さんでございます。はい、超過日がね、11月23日仙台サフで、はい、釣れましたということでね、ヒットルアーがヒラメミノで、はい、釣れましたということでね、クロダイなんとサフで釣れました。46センチおめでとうございます。はい、ということでね、仙台サフでね、まさかね、これが出てくると思いませんでした。はい、ということでね、この他にもね、ちょっとね、クロダイをね、ちょっと釣ってる人がもう一人いるんですよ。ちょっとご紹介します。はい、頂上決戦のね、最強タッグ決定戦で優勝しました D スケさんでございます。はい、なんと超過日11月23日仙台サフって、これ俺いました、ここ。はい、この日に私たち、あの、かなり頑張りましたけどね、全然ダメでしたけど、あそこで釣ったということでね。はい、ヒットルアーはね、静かヘッドにワムがジョルティということでね、こちらはなんとクロダイ52センチ年なしサイズ、おめでとうございます。はい、ということでね、まさかね、仙台サークでクロダイが2枚もね、あの、届くとは思いませんでした。はい、ということでね、まさかまさかのね、あの、ヒラメよりね、あの、クロダイが釣れてるっていう、なんか不思議な現象が起きてますけども、はい、そんな中ね、今度はこの方がこのお魚を釣りました。どうぞ。はい、武田軍団の熊谷さんでございます。超過日が11月24日仙南サーフで釣れましたということでね、ヒットルアーがハウル3インチ、マゴチのサイズが53センチとなってます。おめでとうございます。はい、この時期ね、非常に貴重なマゴチだと思います。あの、お持ち帰りになってね、あの、食べたということでね、はい、報告の方をいただいております。でもなかなかいいサイズですよね。はい、マゴチ、まあ、この時期ね、逆にレアですからね、マゴチなんていうのはね。はい、ということで、現在ね、ヒラメを数釣り暫定トップの熊谷さんがね、はい、マゴチを釣りましたということでね、超過の方をいただきました。それでは続いての方ね、ご紹介していきましょう。はい、続いてご紹介するのは頂上決戦第1弾優勝者の村上さんでございます。はい、ということでね、超過日が11月22日、はい、あの、どこで釣ったかって、あの、来てませんでした。はい、とりあえずね、あの、この日にね、あの、アイナメ釣りましたということでね、あの、画像が送られてきてるだけなんで、はい、場所は分かりません。はい、とりあえずアイナメだとちっちゃいメバルが釣れましたということでね、はい、超過の方いただいております。アイナメの方がね、サイズが30センチ、なかなかいいサイズですね。おめでとうございます。はい、ということでね、まあ、アイナメが釣れましたということでいただきましたけど、どこで釣ったかが分かんないんだけどね。はい、あ、でもね、なかなか30越せばいいサイズですよ、本当に。はい、素晴らしい超過でございます。今からですからね、季節的にアイナメ。はい、ということでね、村上さんから、超過の方いただきました。ということでね、続いての方、はい、ご紹介していきましょう。はい、サロンメンバーでもあり、砂夢会と書いて桜会と読みます。はい、小村さんでございます。はい、ということで、あの、ヒラメなんですけども、なんで、あの、ヒラメ用に、あの、エントリーになってないんだっていう、ちょっと疑問を抱く方もいらっしゃると思うんですけども、こちらちょっとね、あの、11月のね、あの、初旬の超過になるんですよ。一応ね、あの、リモートフィッシングの方はね、あの、1週間以内の超過という形でね、ちょっとやってるんで、さすがにね、あの、この時期に11月の初旬エントリーさせる、ちょっと後出しじゃんけん的な感じでね、先にエントリーされている方から、ちょっとクレームもね、聞かねないので、まあ、そこはちょっと申し訳ないですけど、普通の超過の紹介のみっていう形で、まあ、ちょっとね、小室さん本人にもね、ちょっとご了承はちょっといただいたんですけども、はい、一応ね、せっかく立派なヒラメ連れてるんでね、ちょっとご紹介させていただきます。超過日がね、11月の超過ということでね、場所が県南サーフになります。ヒットルアーが島のスピンビーム TG 赤金ですね。はい、ヒラメのサイズが61センチとなってます。おめでとうございます。これね、あの、釣ってすぐね、送ってもらえればね、よかったんでしょうけどね。はい、ちょっと残念ながら今回ちょっと超過ご紹介のみということでね。はい、そんな小室さんね、さらにね、ちょっと他の魚種も釣れてるということでね、あの、超過預かってますんでご紹介しましょう。こちらです。はい、今度こちらアジの超過になりますね。はい、超過日が11月14日宮城県某漁港ということで、はい、いただいております。なかなかいいサイズですね、これ。尺アジ
まであんのかな、まあでも食べ頃サイズですよね、はい、地元でこういうのが釣れるんであれば本当に非常に私も行ってみたいものですけども、はい、ということでね、見事なアジを釣りました小室さん。さらに、もう一つおかいただいております、こちらです。はい、こちら本人からブリ釣ったどーって、はい、送られてきました。はい、ということでね、チョコビがね11月23日、はい、こちらも宮城県某漁港で、はい、釣れましたということでね、ヒットロアがね、あのデュオのドラッグメタルキャストで釣れましたということでね、ブリの70センチおめでとうございます。いやこれは素晴らしいサイズです。はい、ということでね、ヒラメよりもでげえ魚が、はい、来ました。70センチのブリ、いや立派ですね。はい、ということでね、宮城県某漁港からの、はい、釣果でございました。それではね、これに負けじとね、はい、もう一度釣果青物を届いてるんでね、はい、最後にご紹介したいと思います。次に紹介するやつはこいつで、YouTube チャンネル G チャレンジメンバー2代目ヒラメをうまい。ということでね、彼を紹介するときはエコーをつけるというふうに、はい、私は心がけておりますということでね、2代目ヒラメ王から釣果、の方いただきました。はい、11月30日福島県某サーフで釣れましたということでね、もう宮城県某漁港やら福島県某サーフやら、はい、皆さんね、あの秘密のポイントで釣ってるようですけども、ヒットルアーがね、あのフリッパで釣れましたということでね、釣果、の方いただきました。ワラサのサイズが60センチとなってます。おめでとうございます。最終日ね、ちょっとヒラメを狙いに行ったはずなんですけどもね、はい、なぜかもう青物が釣れたということで、結構この日ね、南の方でナブラ湧いたのかわかんないです、結構青物パラダイスだったみたいですねこれね。はい、結構いろんなところで青物の釣果ね、あの聞いたんですけど、みんな満足会メンバーを見せた目でね、あの2代目釣ったねって形でね、もう話題になってました、このワラサの釣果は。はい、ということでね、最後の最後にね、ヒラメじゃなくワラサを釣ってしまったということでね、はい、まあ2代目ヒラメ王からの、釣果でございました。はい、ということでね、まずヒラメ以外のね釣果はこれにて、はい、終わります。この後いよいよヒラメ王決定戦最終釣果速報、果たして誰が3代目ヒラメ王になるのか、いよいよ発表の時です。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。お店の売りっていうのは何かありますか？なんかそのなんか。うちの売りはチョコ使ったの、コラが売りなんで、一年中トリュフやるし、と一番の売りがロールストーンなんで、これもチョコのロールケーキなんですけど、はい、あとはこういったケーキもものすごい、ここまでチョコの商品出せるの。うん、やっぱチョコがいいですね。まあそれもうちの色なんで。あこれとものばっかりです。優勝だ、優勝だ。追って飛んでるような感じだ。あ、あちらが来た。あ、来た。おお、来たぞ、なんか来たぞ。なんか来てる。おー、やったー、ヒラメー。わー、クジで食ってきたー、やったー。はい、ということでね、第3回ヒラメ王決定戦ついに最終釣果速報ということでね、はい、一言だけ言わせていただきます。ヒッサさんは1位を守れるのかということでね、
はい、80センチを超すヒラメが出てくるんでしょうか。早速ね、超加速を始めていきたいと思います。まずはこちらの方からご紹介していきましょう。はい、エントリーナンバー7番岩間さん。はい、ということで、ね、先ほどね黒鯛ねご紹介しましたけども、はい、今度はねバシッとヒラメ送っていただきました。チョコビがね11月25日仙台サフで、はい、釣れましたということでね、ヒットルアーが今話題のスパローシャットで、はい、釣れましたということで、ヒラメのサイズが53センチとなってます。おめでとうございます。はい、今回ね岩間さんなんと11枚目のね、超過ということでね、現在数釣り第2位となってますね。はい、ということでね、熊谷さんとは3枚数4枚ということでね、今回ね岩間さんはこちらの超過でね、最後の超過となるので、熊谷さんとのね、差は、4枚差ということで、これ以上縮まることございません、残念ながら2位まで、はい、追い上げてきましたけどね、やはり熊谷さんの投稿回数には勝てなかったということでね、はい、でもね立派なサイズでございます。はい、最後の最後にバシッと岩間さんね、決めてくれました。はい、それでは続いての方ご紹介していきましょう。はい、エントリーナンバー14番ジンチャレンジメンバージンさんでございます。はい、ということでね、2代目ヒラメ王が所属する YouTube チャンネルの、はい、相方さんでございますね。超コビがね、11月29日いい肉の日ですね。はい、ということで、仙台サーフで、はい、釣れましたということでね、ヒットルアーがフリッパー、ヒラメのサイズが60センチとなってます。おめでとうございます。はい、ということでね、今回サイズの方ね53センチから一気に60センチとね、サイズの方更新してまいりました。数釣りの方もね、4枚から5枚という形で、はい、数釣りの方も枚数伸ばしてきましたね。はい、ということで、相方のね、2代目ヒラメをヌーバーさんもね今回60センチ釣られてますけども、見事にねお二人とも同じサイズ60センチということでね、はい、今回なんという偶然なんでしょう。はい、ということでね、2代目ヒラメを所属する YouTube チャンネルジンチャレンジのジンさんからの超過いただきました。こちらの方もねおそらく YouTube 上がると思いますので、ぜひねYouTube チャンネル登録なんかしていただければ、ご本人たちも喜ぶと思いますんで、まあ、YouTube の方ね、まあ、せっかくなんで概要欄にでもねURL 貼っときますよ、ジンチャレンジの、ぜひね、まあ、これを機に、釣れる釣り動画でも見てください。はい、私全然釣れませんので、はい、どうやって60センチ釣ったか、おそらく多分撮影してると思いますんで、わかんないですよ。はい、まあ、せっかくなんで、YouTube チャンネル登録してあげてください。そして僕のは解除しないでください。ということで次いきます。はい、エントリーナンバー21番チームミボーズ石川さんでございます。はい、ということでね、2枚連続の超過で、はい、ちょっとご紹介していきましょう。超過日がね、11月26日県北サークで、はい、釣れましたということでね、いただいてます。ヒットルアーは、キャロライナリグで、はい、やりましたということで、ワームがいつものグラスミノですね。はい、ヒラメの方がね32センチと37センチの2枚となってます。おめでとうございます。はい、ということでね、ちょっと石川さんはねどうしてもね県北方面がメインなんでね、ちょっとなかなかねサイズが今回県北方面伸びなかったんでね、でも数としてはね5枚から今回2枚追加で7枚という形でね、数釣りの方も3位に、はい、つけてきました。前大会数釣り第2位だった石川さん、今大会も数釣り3位ということでね、はい、見事に検討されました。はい、ということで素晴らしい成績おめでとうございます。はい、ということで続いての方ご紹介してまいりましょう。はい、エントリーナンバー23番武田軍団熊谷さん。はい、ということでついに数釣り賞トップの熊谷さんが出てまいりました。はい、ということでね、この超過でついに数釣り枚数15枚から16枚になりました。はい、ということで早速見ていきましょう。超過日がね11月24日仙南サークで釣れましたということで、ハウル3インチ、ヒラメの方が 39.3 センチ、おめでとうございます。はい、ということでね、熊谷さんがこんなんで終わるわけないんですよ。さらにね、ヒラメの超過届いてるんでご紹介していきましょう。こちらになります。はい、ヒラメ17枚目の超過、はい、11月25日仙南サークハウル3インチということでね、サイズの方がねちょっと小ぶりですけども 18.5 センチとなってます。おめでとうございます。はい、ということでね、まだありますから、はい、行きましょう。
はい、こちら18枚目の釣果、釣果日が11月26日、茨城県鹿島灘大竹海岸での釣果になります。ハウル3インチ、ヒラメのサイズが 37.1cm となってます。おめでとうございます。はい、ということでね、デュオさんのね、イベントで、堀田軍 VS 飯島軍のね、合戦で参加してきたということでね、初の鹿島なら遠征ということで、はいね、ゆうたさんと行ってきましたけども、見事にね、釣果の方を上げてまいりました。さらにね、大竹海岸でもう一枚釣ってるんでね、ご紹介していきましょう。こちらです。はい、これが最後の釣果、19枚目。はい、ということでね、場所はね、同じく鹿島など大竹海岸、今度はウェッジの 95S で、はい、釣れましたということで、ヒラメのサイズが26センチとなってます。おめでとうございます。はい、ということで、もう数釣りぶっちぎりっすね。はい、ということでね、見事にね、もう熊谷さんをこれ抜く人いないでしょ。4番でだって2位ですから。はい、ね、いやいやいや、もうこれ確定でしょ。はい、ということでね、まあ初の鹿島灘、2枚ね釣ってきたということでね、釣果の方いただいております。そんな熊谷さんからね、堀田さんになんかちょっと俺宛てになんかそのサインちょっとね、書いてもらったということでね、ちょっとご紹介しますけども、鳴るを釣れということでね、堀田さんからのメッセージ付きでサインいただきましたんで、はい、これ今度会った時にサインいただくことになってるんで、はい、なんかこんなサインいただいたよということでね、はい、画像の方いただいております。はい、ということでね、続いての方ご紹介していきましょう。はい、エントリーナンバー34番ヤスさん。はい、私は通称ヤドカリのヤスと呼んでいます。はい、なんでヤドカリなんだってね、ヒラメ王のね、最初の釣果速報の時にね、ヤドカリ送ってきたんですよ、この人。はいね、でヤドカリ送ってきてね、その後阿武隈でたまたま出くわしてね、バーベキュー強制参加させたっていう、はい、そんなエピソードありますけども、そのヤスさんね、はい、ついにまともなサイズが来ましたと、もう本人大はしゃぎで送ってこしました。これ、はい、ヒラメ64センチです。おめでとうございます。はい、ということでね、ちょっと見ていきましょう。釣果日がね、11月24日を阿武隈川の格好で釣りましたということでね、はい、ヒットルアーはもちろん今週ロデ MTG しか使っておりません。はい、ということでね、重さは 30g かな。はい、ということで今回阿武隈川の釣果って本当に来てないね。第1回第2回のね、ヒラメを受けて結構阿武隈の釣果も届いてたんですけども、今回はもうみんなやっぱ仙台サーフ釣れてるってなってね、やっぱ仙台サーフ行ってる方は非常に多いんですけども、まあそんな中ね、やっぱ阿武隈のポテンシャルもやっぱ高いのかなということでね、見事に64センチね、はい、釣りました。はい、ということでね、ヤドカリのヤスさんが小座布団釣ったという、はい、そんな釣果でございます。それではね、続いての方ご紹介してまいりましょう。はい、エントリーナンバー55番、最強タッグ決定戦優勝者のラムーさんでございます。はい、ということでね、釣果日がね、11月23日仙台サーフ、ヒットルアーがアズールの T フラッシュって、これ立ち泳ぎ用のルアーなのかな確か。はい、ちょっと自分調べてみたんですけども、聞いたことなかったので、はい、まあヒラメのサイズがね、47センチとなってます。おめでとうございます。はい、ということでね、写真見ていろいろね突っ込まなきゃいけない部分もあるんでしょうけども、はい、まあラムーさんといえばミスターマスクマンですから、ね、何かしら毎回やらかしてくれますけども、これね、ちょうどこれ11月23日って自分も仙台サーフに行ってて、ちょっと動画上がってるんですけども、自分がね 6.5 キロから6キロに移動するときに、ちょうどラムーさんとすれ違ったみたいに、俺が移動した瞬間に 6.5 キロで釣れたっていうことで、この写真撮影してるのヒサさんなんですよ。ということでね、ちょうど入りね、俺がもうちょっと我慢して待ってればね、このラムーさんのヒットシーンっていうのを撮れたんですけども、なんとタイミングが悪いという、本当にね。でもそんな中バシッと釣っていただきました。はい、ということでね、ラムーさんが仙台サーフ釣りましたという、はい、そんな釣果でございます。はい、ということでいよいよ次の方が最後でございます。次の方が80センチ以上釣ればヒラメ王はその方になります。果たして80センチを越す人がいるのか、果たして次の人は20枚ヒラメ王を一気にエントリーしてくるのか、さあ
続いての方ご紹介しましょう。はい、エントリーナンバー56番ライムさん。はい、孫地を決定戦ではね大活躍だったライムさん、ヒラメはかなり不調だったみたいで、最後の最後にようやく1枚釣れましたということでね送っていただきました。チョコビがね11月29日千段作、キットルアーが飛びすぎダニエル、ヒラメのサイズが24センチとなってます。おめでとうございます。はい、ということでライムさんが24センチということで、この方で最後なんですよ。つまり今回のヒラメ王はヒサさんとなります。おめでとうございます。3代目ヒラメ王です。はい、ということでね、ちょっとねいろいろと、もう一回ヒサさんの釣果をちょっと振り返っていきましょう。はい、釣果日がね11月5日仙台サフ、ヒットルアーがねハウル3インチ、ヒラメ80センチということでね、見事に、3代目ヒラメ王にね輝きました。砂浜卍会から初代と3代目がヒラメ王ということでね、今回は、我らが卍会メンツを保ったんではないでしょうか。はい、ということでね、改めまして、ヒサさん3代目ヒラメ王おめでとうございます。はい、ということでね、そんなヒサさんにはね今回3代目ヒラメ王パーカーをね、はい、私作りましたんで、はい、こちらをねまず申請し、あとねどうしても G-SHOCK が欲しいとダダをこのなんですよ、この人家族まで使ってね、本当はね2代目ヒラメ王にね景品抽選でということだったんですけども、どうしても欲しいからということで、今回ねヒラメ王にもなりましたし、2代目から3代目にというそういった意味も あるからいいのかなということで、2代目申し訳ない、 G-SHOCK わがまま野郎にちょっとやりますんで今回。はい、ということでね、見事、1位に輝きましたヒサさんにはヒラメ王パーカーと、2代目ヒラメ王ヌーバーさんから G-SHOCK、ヒラメ王賞ということでね、進呈いたしますので本当に、おめでとうございます。ね、デジタル魚卓まで用意したようだったんでね。はい、ということでね、今回ねヒサさんが第3回ヒラメ王決定戦をね、制するという形になりました。あと他の方もねちょっといろいろ振り返って見ていきたいなというふうに思います。はい、まずはねちょっと数釣り賞の方を見ていきましょう。今回ねもうぶっちぎりで、はい、熊谷さんが19枚ということでね、はい、2位と8枚差ということでね、見事に、はい、数釣り賞、ヒラメハンターの称号を手にすることになりました。おめでとうございます。はい、そんな熊谷さんにはね、ヒラメハンター T シャツをね、今回私デザインしましたんで、こちらの方ね、はい、進呈したいと思っております。それで今回2位3位にね、入賞された3名、マサさん、ケンフィートさん、武田さん、こちらにはね本来だったらね参加費無料だからここまで用意するあれなかったんですけども、今回ねちょっとマサさんとケンフィートさんには、スポンサーの私が CM で試食しているロールストーンケーキを地方発送できますんで、お送りしたいなと、はい、思います。それでねちょっと武田のボスにはね俺ちょっとロールストーンケーキよりちょっとこっちの方がいいかなということでね、今回ねこんなものを作ってみました。はい、武田軍団のステッカーです。はい、ということでねこれもう今日発注かけたんで1週間かかるんで、一応発送するのが12日かな、だから多分13か14あたりには多分自分のところには届くと思います。はい、届きましたらねこのステッカーお渡ししますんで、一応ねちょっと予算的にもあんまりないんで、とりあえず今回30枚ほど、はい、作らさせていただきましたので、メンバーで分けてね、どうしてもあと視聴者さんで武田軍団のステッカー欲しいよという方はね、釣り場で見かけた時にお声でもおかけしてステッカーいただけたらなぁなんては、はい、思いますけども。はい、ということで、今回はね茨城県と長崎県からエントリー来てますんで、そちらのね地方の方にはねやはり宮城のね美味しいロールケーキを、ボスはね、ケーキもいいだろうけど、どちらかというとこっちの方が喜ぶかなということでね、今回はい、もう予算奮発しましたよ本当に。もう今回参加費無料で結構何気に金使ってますからねこれ本当に。もう
はい、ということでね、まあ、今回ね入賞された3名には、まあこういった形になってますね。あと最小サイズね、見事に受賞された橋本ブラザーズ弟さんには鳴尾の釣り道楽のねあのハンカチタオル、こちらをね、申請いたしますので後ほどお送りさせていただきます。はい、ということで、2ヶ月間、ヒラメ王決定戦開催してきましたけども、まあ、今回はヒサさんがね見事に3代目ヒラメ王ということでね、はい、こういう結果になりましたけれども、あとはね皆さんが非常に楽しみしている景品抽選会、今回ねちょっと私来週非常にいろいろと忙しいので、ちょっと景品抽選会は12月の14日、ちょっとその日私仕事休みなので、この日にちょっと夜7時くらいから景品抽選会の方やりたいなと、はい、思います。こちらの方はねインスタグラムのライブ配信にて、はい、やりたいと思います。こちらの方はちょっと YouTube の方はアップしませんので、まあインスタのアカウントある方はぜひね12月14日、夜7時から、インスタライブで景品抽選会の方やりますので、ぜひねインスタライブご視聴いただけたらなというふうに、はい、思っております。ということで、あと特にあと言うことないかな。はい、ということで、まあ一応景品抽選会の方も案内もしたし、あとはね数釣りとかその大きさ部門の順位とかは最後のね結果発表の方で、ご確認いただけたらなというふうに、はい、思っております。はい、ということで、あとね最後に結果発表して、あとお知らせがあるので、そちらのお知らせご覧いただけたらなというふうに、はい、思います。今回は約2ヶ月間、参加された皆様、ご視聴いただいた皆様、本当にありがとうございました。12月14日、夜7時から、インスタライブにて景品抽選会の方をやりますので、こちらヒラメエントリーされた方対象となっておりますので、よろしくお願いいたします。それでは、なるおでした。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。いただきました。はい、実家に来ました。このロールストーンケーキ、これがね一番人気なんですよね。ということで早速ねもういただきたいと思います。うん、しっとりしてて、これ美味しいです。これうん、しっとりして、くじこそほろっとこうとろけるっていうか、はい、これは美味しいですね。はい、これね一本ものでも売ってますし、こうカットされたものでも売ってるんでね、はい、一本はねちょっと食べきれないよっていう人はね、こっちのカットの方も全然ね売ってますんで、ぜひお買い求めください。はい、ということで美味しいロールストーンケーキのご紹介でございました。
切れてる、魚だ魚、来た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 、あ、やべ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 、叩け叩け叩け、マジで、あーやべ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 、あー大きい大きい大きい、大きいですよ、大きいですよ、大きいやね、ちょっとマジで、なん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 これ、おー、大きい大きい大きい、あ、間ね、何これ、おいしょ、あー、大きい大きい、いいサイズのネバル釣れだ、やべやべ、でけでけでけ、やべやべ、でかいの釣れだ、よかった、はい、ネバル見事に来ました、大きいの釣れだね、リモートフィッシュ第9弾第3回ロックフィッシュダービーが2024年元旦から2月29日の2ヶ月間開催となります。対象魚はアイナメ、ソイ、メバル、その他ネサカナとなっております。ドンコとかギンポももちろんエントリーは OK だ。対象エリアは陸地であればどこでも OK です。立ち入り禁止場所は釣り禁止場所での釣りはお控えください。釣行方法はルアーワーム等の疑似餌、ネサ釣りも OK となっております。ただ船での超過は NG となりますのでご注意ください。またエントリーする際は1週間以内の超過に限ります。頼むから1ヶ月前の超過なんか送ってくるんじゃねえぞ。エントリー料は無料となっております。参加ご希望の方は公式 LINE をご登録ください。参加方法は公式 LINE に超過場所、超過日、ヒットルアー、対象魚のサイズの分かる画像と持ってる画像の2枚を LINE に送ってください。皆様からのエントリーお待ちしております。